藤本公平十二月十一日大正五年十二月二十三日は、江戸時代末期から明治時代の実業家、両国教の創建者、文政二年十二月十一日に徳島県三馬群獣清村に生まれる。八百七十二年、徳島市街に流れる新町川の両岸の町の賑わいにもかかわらず、都線上もなく橋がなかったことに着目し、 徳島県の許可を得て、渡し船を開業する。しかし、両岸には、道もない吉原であったため、利用者は1日20人程度と少なかった。そこで、1877年に、自己資本で両岸に道路を完成させたことから、利用者が増加、船場町、浜川に住宅を建設した。1881年には、 私船の利用者が1日1000人を超す盛況となる。利用者の増加に伴い、私船を利用できない人も発生し始めたことから、新町川の両岸を加強する橋のニーズが高まるようになった。公平は加強を検討局に陳情を続けた結果、慈悲の私橋としての加強という条件で、15年間の利用を許した。公平は内町と新町との協力で、 1882年10月に橋を完成させる。この両岸は大小区製の第一小区と第二小区をつないだ橋ということから両国橋と名付けられた。1887年に公平は橋の運営から退き徳島市への橋として管理が移された。市内の目抜きの場所となった両国橋両岸開発がもたらした経済効果は 今日からは想像できないほど莫大であったと言われる。現在の両国橋は橋の欄干の橋のところに阿波踊りの銅像がある。ありがとうございます。